DJ ジョボがお送りしますモーバル DJ 大学。本日はですね、もう超つまんない企画です。別に最後まで見なくていいですから ね、ね、今日の企画はこれ、弱っ。DJ が持って歩いてるこのね PC のバッグの中身、一体何が入ってるのかっていうのをちょっと皆さんにね、もう初公開しちゃいますからね。これがね、なんか女の子のハンドバッグの中身とかだったら興味あるんでしょうけど、男子 DJ のね PC バッグの中ってあんまり興味ないかもしれないですけど、まあ他にいい企画も思いつかなかったんで、とりあえず興味のある人だけ見てくださいね。はい、それでは早速開けていきましょう。はい、PC バッグです、これね。普通の PC バッグ。まあ、でもね、重さが、15キロぐらいありますかね。もっとあるかな。本当ね、僕ら DJ にとって、この PC のね、バッグ、大切なもの、入ってます。もう生命線ですからね。まず大きいもんから出していきましょうかね。邪魔なんで。まずもちろんね、はい、PC ですね。 PC はもちろん入ってまして、これ一番大きいもの、僕は A4 サイズの、大きい PC。 ちなみにこれ Windows ですし、マウスコンピューターっていうね、日本のパソコンメーカーの PC 使ってます。もうハイスペック、超ハイスペックの PC ですけどね。Windows というね、DJ にしては珍しい、リンゴのマークじゃないよっていうね。まず PC、これがね、多分3キロぐらいありますね。はい、次の大きなものは、もちろんヘッドホンですね。ヘッドホン、これはね、僕ヘッドホンって DJ にとって消耗品だと思ってるんで、もうしょっちゅう買い替えてます。もうめちゃくちゃちっちゃく折りたためるコンパクトなヘッドホンね、こういったマーシャルのヘッドホン使ってます。でもちろん一緒にケーブルもセットになってますからね。これは取り外しができるケーブルですね。こういったよくね、DJ のヘッドホンってこの根元が、線のところがダメになっちゃうんですよね。なので僕はこういった取り外しのできるタイプ、こうついつけたり外したりね、こういったものを持ってます。はい、ヘッドホンでした。次に大きなもの、なんだかな、これかな。これあんまり使わないですけどね、あまり使いませんが、ちょっと中を開けてお見せしましょう。これ何かというと、こういうものですね。オーディオインターフェースとケーブル。オーディオインターフェースを使うのは、パソコンに自分の声を取り込んだりとか、なんか楽器の音を取り込んだりとか、まああんま使わないですね、正直ね。使わないけど入れてるみたいなね。オーディオインターフェースが入ってます。はい、次に大きなもの、これかな。はい、これは何かというと、はい、これは、DI ボックスと言います。これ何に使うかというと、例えば DJ の、DJ 機器がある場所から DJ のその音響ですね、つなぐ PA の場所まですごい遠い時とか、普通のオーディオケーブルだとノイズが乗っちゃうんですね。なので、こいつを一発かませて、キャノンケーブルというものを使って PA の中まで引っ張るというね、通称 DI ボックスという名前がついてます。これすごい優れものでね、入力も結構豊富でね、こうオーディオのラインがいくつかあって、
これを、まあこれ実はモノラルなんですけど、モノラルのキャノン端子で送るというね、そういった DI ボックスになってます。これが次の機能でした。そしてもうまだまだドラえもんのね、あの箱のごとく大量にいろんなもん入ってますからね。次は、あ、え、これ嘘だろ、これなんかね、あの受け狙っただけですね、おそらくね。あの怖い仮面です。これはちょっとこう被るんですね。まあこんな感じですかね。まあめったに被んない。これ完全受け狙いですね。こんなもん普段入ってません。次はと、おっと、これはもしかすると、ちょっとこれだけ見せると何やら怪しい大人のおもちゃ的なものに見えますが、これ違うんですよ。これはあれです、携帯を立てて自分の動画を撮るときにね、もう最高に役立つアイテムです。こう使います。見えますかね、こういう風に立てて、ここに携帯を挟むんですね。こういった、自撮り用の、棒ですね。自撮り棒ですね、要するに。自撮り棒が大人のおもちゃみたいな感じで見えます。はい、次。まだまだありますからね。これはね、もう結構 DJ の人持ち歩いてます。はい。えい。これは懐中電灯ですね。結構現場がね、暗くなったりすることが多いんで、まあクラブだったら暗いですね、普通に。なので落とし物しちゃったりするときはもう大変ですし、あと台本見たりするときに懐中電灯は絶対必需品ね。これ入ってます、必ず。はい、次はと、あ、これですね。これも結構 DJ だと持ち歩いてる人んじゃないですかね。まあ今僕使ってますけど、ここにマイクですね。マイクは必ず持ち歩いてます。自分のマイクを、使うようにしてますね。現場に持ち込んでます、ちゃんと。まあ、マイクは喋らない方は使わないでしょうけど、僕は基本的に喋る機会があれば使うんで自分のマイクを持ってます。まだまだあります。ちょっと一旦こっちのポッケの方ね、これね、すっごいたくさんポッケついてるタイプで、どっから開けていいのやってことですけど、まずこの PC の電源とかはつまんないんだね、もう説明不要なんで、ね、次行きますね。あとは、これですね。これはハードディスク、これは音源が入ってます。この中に音源たくさん入ってまして、この USB ケーブルでパソコンにつないで音を出すということですね。これは、シリコンパワー SP の、4テラタイプですね。4テラ。しかも防水で、あの地面に置くとしてもあの衝撃を守ってくれるっていうね、プロテクションタイプの、ハードディスク、外付けハードディスクですね。いや、しかしこのねバッグ本当に入るんですよ。たっぷり物が入る。あとはマウス、僕はね、あのこうやってノートでこういうなんか四角い小さいところでこうやるのが無理なタイプなんで、必ずマウス持って歩いてますね。マウスでチャカチャカチャカッと、これがないともう仕事にならないですね。ケーブルレスというか、あのワイヤレスマイク、ワイヤレスマウスですね。そして次、大した面白いもんないですね。別に笑わせる目的じゃないんで了解してください。あとはね、ノート入ってますね。ノート、これはノートともちろんペンが入ってますね。ペンが1本2本入ってます。マジックペンと普通のボールペン、あともう1本ペンが入ってる。お、あ、これあれですね、あの背中書くやつ、よいしょ、はい、書き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 。これはね、 DJ やってる時はね、背中かゆくなるんですよ、どうしてもね。で、
手でこうやってもね、届かないんで、これで伸ばしてもうお尻までかけるという優れものですね。これそしてペンは必ず、マジックは絶対持ってますね。マジックはこういろんな時いろんなテープの上に書き込んだりとかできるんで必須。まあボールペンはね、普通に3色ボールペンを持って歩いてまして、でまあノートはね絶対必要。これなんで必要かっていうと、まず仲良くなった人の電話番号を聞いたり、まあ、あんま今ないですかね、今 LINE の、バーコードですもんね。あとはこれすごい大事なんですけど、よくアメリカ人とかの現場で DJ やるときに曲名がどうしてもね聞き取れないときがあるんですよね。何言ってんだか分かんなくてね、そういうときに書いてもらうんですよ。まあ、僕もやってる途中忙しくて忘れちゃうんでね、たくさんリクエスト来ると忘れちゃうんで、とりあえず書いてもらうみたいなね。書いてもらえればその、もらったローマ字を打ち込めばいいんで。でね、たまに読めない人いるんですよ。字が汚くて読めない人、そういう人は無視ですね。まあ、そういった意味でもペンとノート、リクエスト用に絶対必要です。はい、次はですね、もうこっちのポッケ終わりかな。あ、まだありましたね。はい、これもね結構必需品ですね。これ何ぞやというと、これ別にマジックショーじゃないですけど、何もすごいものは出てこないですよ。これはiPod ですね。 iPod が入ってまして、これなんで iPod 必要かっていうと、パソコンってね 100% 安全な機械じゃないんですよ。パソコンって落ちるときあるんですよね。本当に、まあ何回か稀ですけど、たまに落ちます。そういうときに音楽のつなぎ、こいつをバックアップ、なんか1曲2曲とりあえず曲が入ってれば、そのパソコンを再起動とかできるじゃないですか。ね、そのためにこうバックアップの音源を持ち歩くっていうのはもう欠かせないですね。絶対必要です。はい。iPod は必ず持ってます。ケーブルとかね必ず持って歩いてます。あとは特別なもんないっすね。あと小さいポッケがありますね。あ、コマいっぱい入ってますね、まだね。これは見えますかね。これは何かっていうと、まずiPhone のなんか特殊な端子あるじゃないですか。ライトニングっていうんですかね。ああいったものから普通の 3.5 ミリミニステレオジャックに変換するやつですね。たまにね、俺の iPhone で音楽かけろとかいう、方がいるんですね。で、まあ、普段は絶対断るんですけど、これは断れないなっていう立場の人の時に、こいつを使ってその iPhone を借りて音を流してあげるっていうアイテムですね。そしてなんかこうカードらしきものが入ってたと思うんですけど、このカード、まあ、これ普通に SD カードの8ギガタイプと、これがなんて言うんでしょう、ミニマイクロカードの変換、マイクロカードから普通のUSB に変換する、なんていうんですかね、アダプターというんですかね、そういったものを入れてますね。というのはこのマイクロ SD に入ってる、データとかをたまに読み込んだりしなきゃいけない時って、まあそんなにないんですけど、1年に2回ぐらいあるんで、とりあえず入れてます。はい、次面白そうなものはなんかいっぱい出てきましたね、たくさん。まずまあ USB メモリーですね。まあこれは比較的大きいサイズのもの、32ギガって書いてますね。が2つ入ってます。あとは普通の USB からマイクロ USB に変換するジャック。あとはその充電をする電源ですね。次にこれ結構大事。この USB-C っていうタイプあるじゃないですか。今
電話とか携帯みんな USB-C タイプでヘッドホンジャックついてないですよね。なのでこの USB-C からヘッドホンにの 3.5 ミリミニステレオに変換するね、こいつね、これはね結構最近必需品ですね。自分の携帯もやっぱりステレオ C しかついてないんで、ステレオ C じゃない、USB-C タイプしかついてないんで、この音楽のステレオの端子に変えるやつっていうのは必要、必需品ですね。こういったね、こまごましたものを入れとかないとね、いざっていう時結構大変ですね。あとはほとんどのポケット見たかな。どこだっけ、あ、ここはねちょっと衛生用品が入ってますよ。これは興味深いんで見てみましょう。まず何時かな、見えますかね、見えないですね、衛生用品が4つ入ってました。じゃじゃん、こんな感じですかね。はい、左、皆さんから見て右側から、まあ目薬ですかね、目チカチカしちゃうんでパソコンずっと見てますからね、はい、目薬にこれはフリスクですね。別にフリスクの回しもんじゃないですけど、結構ねお客さんとのね、濃厚接触を近くで話したりとかっていうのがあるんで、公衆のエチケットというかね、はい、フリスクを持ち歩いてる。あとこれね、僕北海道出身なんで、北海道の発火ですね、発火の 100% エキス、これはね欠かしたことないですよ。これすごいいろいろ使えて、口臭このままシュッてこうスプレータイプになってて、口の中にシュッてやるとギャーみたいな発火の味がして、目が覚めるっていうのもあるし、あと眠たい時にタオルに染み込ましてこう匂い噛むとカーみたいな、もうすごい爽快感すごいみたいなね、結構万能、口に入れてもよし、あともう鼻の下に塗ってもよし、何やってもよし、天然 100% のね発火のエキスですね。そしてこれは別に意味ないです、はっきり言って。これね、方位磁石がついてて、南側なんかあっちみたいな、それだけじゃないです。それだけじゃなくて、よいしょ、こうパカッと開けると、なんて言うんでしょう、虫眼鏡になってたりとかね、虫眼鏡はさすが使わないですけど、ここがマイナスドライバーみたいになってたり、ここ缶切りになってたりとか、ここでなんか線抜きになったりとかね、そういったちょっとしたなんて言うんでしょう、七道具的な感じですかね。こういったものを入れてます。ちょっとねドライバーで締めたりとか、そういう作業結構あるんですよね。そんなとこですかね。別に面白い企画じゃないですね、本当に。これやんない方が良かったのかなってね。あとは炭酸電池も入ってました。炭酸電池すごい使えますね、結構。お、これあと最後になっちゃいますね。これは別に受け狙ってないですからね。これはね、想像にお任せしますが、アミノモイストって書いてますね、2つ入ってます。これは、成人限定品ですね。はい、これは説明あまりしません。はい、そんなとこっすかね。なんで PC バッグにそんなんで入れて持ち歩いてたんだろうっていうね。あとは以上ですかね。この企画失敗かっていうつまんなさですけど、これでだいたい15キロぐらい、このバッグの中ね、 PC バッグの中に入ってました。全部で何点入ってたんでしょうね。ちょっと数えさせてもらっていいですかね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 点ぐらいですかね、今ざっと数えた感じだとね。28点この PC バッグ、 DJ が持ってる PC のバッグの中に入っていました。いや、もう並べるとね、もうほんと細かいですよ。
これね、こんなにいっぱい持ち歩いてるんですね、普段から。いや、面白くない企画ではありますが、ただ人のバッグ覗くって楽しいですね。まあ僕は自分のバッグなんで楽しくないですけどね。はい、DJ の小道具について今日はいろいろと解説をさせてもらいましたが、いかがだったでしょうかね。またなんか面白い企画があったら考えますがね、ちょっと脱線しましたね。モバイル DJ 大学らしからぬ、情報でしたけど、まあ、これもありかなというところで、ご承知おきください。それでは今日はここまでとなります。お相手は DJ ジョボでした。 See ya!